さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。ちょっと先週の後半くらいからひどい風邪をひいていて、もうほんとずっとベッドから動けない状態で動画の更新が遅れてしまっていたんですが、ようやくだいぶ復活してきたんで動画制作に復帰したいなと。ということで今回の放送なんですが、今回は現地時間2月8日の木曜日にラスベガスにて行われる予定の WBO 世界スーパーライト級タイトルマッチ、ティオヒモ・ロペス対ジャメイン・オルテスの一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。今回これだけのビッグマッチには珍しく平日木曜日に行われる試合なんですが、この同じ週の週末にアメリカにおける最大のスポーツイベントスーパーボウルが行われるんで、そこと被らないように平日にやるというわけですね。今現在非常に強いファイターたちが集結している注目階級スーパーライト級の世界戦ということで、これも絶対に見てほしい一戦なわけですが、そんなスーパーライト級の WBO 世界チャンピオンティオヒモ・ロペス、一つ下のライト級でも世界チャンピオンだったんで、この激戦区中量級戦線で2階級制覇を達成している怪物ボクサーの一人ですよね。現在の年齢は26歳、そして戦績は20戦19勝 13KO1 敗です。今から20年前となる6歳の頃、父親のサポートとともにボクシングキャリアをスタート。アマチュア時代から非常に有望な選手として知られており、アマチュア戦績は大まかに170戦150勝くらいと言われています。生まれも育ちもアメリカなんですが、ホンジュラス系のアメリカ人ということで、2016年のリオオリンピックにホンジュラス代表として出場もしていますよね。このオリンピックでは初戦で最終的に銀メダルを獲得することになるソフィアン・オーミア相手に敗れています。で、同年2016年、このオリンピックの直後にアメリカ最大手プロモータートップランク社と契約し、華々しいプロデビューを飾っていると。若干傲慢にも見える派手な言動だったり、それに加えた信じられないような身体能力、類稀なるボクシングセンスを武器にどんどん知名度も高めていきます。2018年12月のメイソン・メナード戦や2019年2月のディエゴ・マクダレノ戦での凄まじい KO 勝利は未だに強く記憶に残っていますね。本当にこの頃のロペスのスター性というか、怖いもの知らずな若者感はすごくかっこよかった。その後、日本最強のライト級ファイターと呼ばれていた当時18戦全勝無敗の中谷正義選手にも判定勝利。この勝利で IBF 王座への指名挑戦権を獲得し、2019年の12月、当時のライト級 IBF 世界チャンピオンリチャード・コーミーに挑戦。僕はもうこの頃からロペスの大ファンだったし、コーミー戦は開催がニューヨークだったんで、当然のように現地会場まで試合を見に行きましたが、この一戦で衝撃の2ラウンド TKO 勝利。見事 IBF チャンピオンに輝くわけですよ。当時まだロペスは22歳でしたし、正直試合前は負けるかもしれないという声も結構あった。そんな中で速攻で試合を決めちゃいましたから、ダウンシーンの瞬間とか試合が決着した瞬間は、僕も会場で飛び跳ねて喜んでましたね。で、その直後の試合、2020年10月に当時のライト級3団体統一チャンピオンワシル・ロマチェンコとの統一戦に挑みます。正確にはロマチェンコの持っていた WBC タイトルが名誉王座的な扱いの WBC フランチャイズタイトルってやつに繰り上げされていたんで、実際に正式にかかっていたタイトルはロマチェンコの持っていたWBA タイトルと WBO タイトル、そしてロペスの持っていた IBF タイトルの3つ。なんで表向きは3団体統一戦だったんですが、実質はロマチェンコの WBC タイトルもかかるべきだった4団体統一戦といって叱るべき一戦ですよね。しかも相手は当時パウンド・フォー・パウンド最強とも言われていたあのロマチェンコ。そんなバケモンに23歳の若きロペスが挑むということで、もう世間の予想は8割9割がロマチェンコ有利予想。しかしこの不利と見られていた一戦で見事3対0の判定勝利をつかみ取り、ライト級の頂点ナンバーワンチャンピオンの座に君臨すると。このロマチェンコに勝った2020年はリングマガジンの年間最優秀選手賞、
そして BWAA のシュガーレイ・ロビンソンアワードも受賞しているし、本当にロペスのキャリアハイライト、まあ、感覚的には今のクロフォードとか井上尚弥選手を22、3歳の若手が食うみたいなことですからね。ありえないことしてますよ。まあ、本当この波に乗っている時のロペスは手がつけられないくらい勢いがあるというか、とんでもない強さを見せてくれるんですけど、このタイミングで落とし穴が待っているんですよね。このコーミー、そしてロマチェンコという非常に高い壁をクリアした後の次の試合、ジョージ・カンボソス戦において、まさかの判定負けでプロ初黒星を喫するとともに王座陥落してしまうと。ロマチェンコに勝って、せっかく集めたベルトを一瞬にして明け渡してしまうわけですからね。まあ、この試合も実は僕は現地観戦に行ってるんですが、ロペスが1ラウンド目にダウンを奪われた時のあの衝撃といったらね、まあ、その後ダウンを奪い返して、結果自体は僅差の判定まで行ったわけですが、試合内容というかロペスのパフォーマンスというのは明らかに本調子の時に比べて雑なボクシングだったかと思います。ちょっと精神的にムラッケがあるというかね、公民戦とかロマチェンコ戦みたいに勝てない不利だと言われるチャレンジマッチ的試合ではすごく強いなんですけど、その反面普通に勝てるだろうと見られている試合ではポカをすることもあるという、まあ、この負けをきっかけに減量区もあったんで、ライト級からスーパーライト級に転級で、カンボソス戦の直後のペドロカンパ戦では7ラウンド TKO 勝利で再起を飾っています。なんですけど、その次の試合サンドロ・マーティン戦でも、やりづらいアウトボクサーマーティン相手にうまいことやり込められてしまって、まあ、僕これも現地観戦してましたけど、正直大苦戦だったんで、試合が終わった瞬間ロペスの負けもありえるんじゃないかなと思っていましたからね。まあ、あのロマチェンコに勝って一夜にしてボクシング界の主役になったかと思えば、その直後の試合で負けて、その後もパッとしないパフォーマンスを見せてしまったことで、もうティオフィモ・ロペスは終わったファイターだなんていう声も出ていました。で、まあ、このボクサーとしての評価が大きく失墜したこのタイミングで、去年2023年の6月、当時の WBO 世界スーパーライト級チャンピオン、ジョシュ・テイラーへ挑戦しに行ったわけです。まあ、このテイラーは、表向きはこの時 WBO のタイトルしか持っていませんでしたけど、その直前まではスーパーライト級全ての王座を統一していた4団体統一チャンピオン。指名戦の義務を果たすのが難しいということで、自ら WBO 以外の王座を返上していましたが、実質はこの時階級最強の絶対チャンピオンですよ。まあ、テイラーもテイラーで、実はこの直前の試合のカテロール戦で微妙な試合をしちゃってるんですけどね。まあ、ただ当然ながら世間の予想ではロペスが不利、もうロペスが負ける姿を見るのは嫌だなと思いつつ、でもロペスだったらと、この試合も僕は現地観戦に行きました。で、まあ、会場はロペスが大番狂わせの敗戦を喫したカンボソス戦と同じニューヨークマディソンスクエアガーデンのシアター。当時の苦い思い出が頭によぎりつつ、ドキドキしながら観戦していましたね。で、まあ、結果はご存知の通り、まさかのロペスがキャリア最高レベルのパフォーマンスを見せ、階級最強チャンピオンテイラーに明確な差を見せつけ、見事3対0の判定勝利を収めると、これによって2階級制覇を達成するわけです。まあ、公式の記録上ではロペスが4団体統一チャンピオンと扱われることはありませんが、本来であれば4団体統一戦であるべきだったロマチェンコ戦に勝ち、そしてスーパーライト級でも直前の試合までは4団体統一チャンピオンだった全勝無敗の最強チャンピオンジョシュ・テイラーに勝利を収めているため、そういう実態の部分、中身の部分まで考慮する人たちからは、実質的な2階級にわたる4団体統一チャンピオンと言われることもあります。もう本当に凄まじいことしている選手なんですけどね。なんかあのカンボソス戦の負けとか、サンドロ・マーティン戦の苦戦がちらついてしまって、あのムラッケのせいで評価に困る選手ナンバーワンでもあるのかなと。ただ本当に本調子のロペスであれば、あのガーボンダ・デイビスやデビン・ヘイニー、シャクール・スティーブンソンなんかにも勝てるポテンシャルを秘めている、もうそれだけのスーパーボクサーです。で、今回そんなロペスに挑戦しに行くのが、同じくアメリカ人ファイターのジャメイン・オルテス。現在の戦績19戦17勝 8KO1 敗1引き分け、年齢はロペスよりも一つ上の27歳ですね。
まあ、年齢も近いんでロペスと同じ時期にアマチュアボクシングでも活躍しており、アマチュア戦績は114戦100勝14敗で、実は2015年ゴールデングローブと呼ばれるアメリカの有名なアマチュア大会の決勝戦でロペスと戦っているんですよね。で、その時はロペスが勝って優勝しているわけですが、まあ、当時からこの2人はライバルだったわけです。で、このオルティスもロペスと同じく2016年にプロデビューしており、プロ第10戦目でライト級の WBC ユースの世界王座を獲得。しかし第15戦目で当時無敗だったトッププロスペクトのジョセフ・アドルノと対戦し、この試合では惜しくもマジョリティドロー判定で引き分けていますね。で、続く試合では強敵ナヒール・オルブライトに判定勝利を収め、ライト級の NABF 北米タイトルを獲得すると、2022年5月に元 WBO 世界スーパーフェザー級チャンピオンのジャミル・ヘリングと対戦し、ここでも見事な判定勝利で、同じく2022年10月ロペスとも戦っていたあのワシル・ロマチェンコと激突すると。実はこの試合も僕は現地観戦してますね。当時はロシアとウクライナの戦争が始まっていて、ロマチェンコの状態が心配だったんですが、この試合の結果はロマチェンコの判定勝利。オルティスとしてはプロ初黒星を喫することになってしまいます。なんですけど、この試合のオルティスが本当に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれて、予想以上の接戦にはなりましたよね。負けはしたものの、オルティスの評価が下がることはなかったと思います。で、まあその後2023年9月138パウンドのキャッチウェイト試合でアントニオ・モランに判定勝利で再起に成功。そこから今回正式にスーパーライト級に階級を上げて WBO チャンピオンのロペスに挑戦すると、まあお互いにライト級から上げてきた組ということで、体格もかなり近いし、この二人はボクシングのスタイル的な部分にも結構共通点を感じますよね。まあ、まずなんて言ったってお互いに身体能力がめちゃくちゃ高い。反射神経やハンドスピード、飛び込みに行く時の爆発力なんかはよっぽどの身体能力モンスターじゃなきゃできないだろうって動きを2人ともがしています。でも2人ともカウンターを得意とするボクサーファイター。まあ、どっちも好戦的な部類には入りますけど、バチバチに近い距離で打ち合うのが好きというよりかは、引くところは引いてまず相手に手を出させておいてカウンターを狙いに行くのが好きなタイプですよね。まあ、オルディスなんかは左右の構えをスイッチするのも非常にうまいし、2人ともスピード感があるわ、身体能力、運動神経が高いわで、どちらの選手も見ていてめちゃくちゃ面白い選手かと思います。まあ、足を使ってよく動いたり下がりながら戦う能力に関しては僕はオルティスの方が上だと思っていて、なんで今回僕はオルティスの方はしっかり足を使ってより動く戦い方をした方が勝てるチャンスが上がると考えています。というか、それをやられるとロペスの方としては相当やばいんではないかなとさえ思っている。まあ、パワーに関してはロペスの方が上ですが、ロペスは結構動いたり下がってくる相手に対して自分が追いかける側になるとパンチを当てよう当てようとしすぎてボクシングが雑になってしまうことがある。まあ、あんまり丁寧なコンビネーションで相手を崩しに行くタイプではないんで、それこそ結構一発狙いで無理に飛び込んでいったりして、そこにパンチを合わせられてしまうみたいなこともありますよね。なんでオルティスとしては自分から下がってあえてロペスを前に誘い出し、それによってロペスのボクシングが雑になっていくように誘導したいというか、スピードはほぼ互角くらいお互い速いんで、オルティスがしっかり動けばロペス相手といえどそう簡単に捕まることもないと思っています。ただオルティスもオルティスでやっぱり好戦的な部分があり、ちょっとカッとなって若干雑に攻めに行くこともある。でオルティスはガード、ブロッキングに穴もあるため、この近い距離に入って攻め込んだ時危ないパンチを被弾することもちょこちょこあります。なので、まあ近距離戦に関しては僕はロペスの方に分があると思っていて、ロペスのショートアッパーのカウンターとかえげつないですからね。なので距離が近づく、それこそ打ち合いみたいな展開が結構増えるようになればロペス有利。逆にオルティスがしっかり足を使ってポイントアウトを見越した丁寧で慎重な戦い方をするんだったらオルティス有利かなっていう感じで考えているんですよ。まあ、これまでの実績で言えばロペスの方が全然上だし、印象的にもロペス有利と見られる実戦だとは思いますが、正直これ相当ロペスにとってはリスキーな一戦ですよ。
しかも有利と見られている時ほど予想外の苦戦をすることがあるロペスですからね。あの彼の不安定さも込みで本当にどっちが勝つかわからないと思える非常に魅力的な一戦です。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークがこの録音現時点で出しているオッズではチャンピオンティオヒモロペスの勝利が 1.15 倍、そしてチャレンジャージャメイン・オルティスの勝利が5倍ちょうどとなっております。やっぱり実績で見てもロペスの方が上だし、オルティスにとってはちゃんと正規体重でのスーパーライト級に上げてからは初の試合ですからね。このくらいのオッズになるのは妥当なんじゃないかなと。非常にエキサイティングな試合になると僕は予想していますが、そんな一戦をよりエキサイティングに楽しむためこのステークでボクシングベッティングをしてみたい、なんだけど予想を外して損をしちゃうのは怖いんだよなという方がいれば、ぜひこの動画の概要欄に貼ってある30ドル分のファーストベットボーナスをゲットできる特典クーポンコードを使ってみてください。これを使うと仮に初めてのベッティングを外してしまったとしても、なんと約4000円までそのベッティングに使ったお金が丸々返ってくるんです。予想を当てれば当然勝ち分が得られて、外したとしても4000円までは全額返金という非常にお得なボーナスなんで、ぜひこちらのボーナスをゲットした上でステークでのボクシングベッティングをお楽しみください。さあということで、このあたりでそろそろ僕の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想はチャンピオンティオヒモロペスの勝差から中差での判定勝利としておこうと思います。まあこの試合の予想は正直迷いましたね。一応ロペスの勝利予想にはしましたけど、僕は今回ロペスがかなり苦戦をするんじゃないかなと見ています。おそらくオルティスはロペスと正面衝突するのを避けて、しっかり足を止めず出入りのスピードを生かした動きのあるボクシングをしてくるはず、逆にパワーや階級適性に勝るロペスがジャブやストレートをボディ顔面に散らし、じわじわとプレッシャーを与えつつ前に出ていくと思うんですが、さっきも言った通りオルティスのスピードを考えるとロペスといえどそんな簡単には捕まえられないんではないかなと。なんで前半とか中盤結構オルティスがうまく試合を運ぶと思ってるんですよね。たださっきも言った通りこのオルティスもどこかで欲を見せて攻め込んでやろうとリスクを取って距離を詰める場面が訪れるはず。でそここそがロペスとしてはダメージングショットを当てるチャンスですよね。ロペスのカウンター能力は本当に素晴らしいものがあるんで、オルティスの入り際あるいはパンチとパンチの隙間を通すような美しいカウンターショットをどこかで当ててきそう。まあ、細かいパンチのヒット数は意外とオルティスの方が取っていく気がしてるんで、そういうパンチを評価されてオルティスに流れるラウンドもかなりあると予想しています。なんですがいわゆるビッグパンチ、より印象的というかよりダメージにつながる有効打に関してはロペスの方が当てるみたいな感じで、まあ、結構シーソーゲーム的展開の中ロペスがいいカウンターを当て1回くらいはダウンを奪いそうな気もしています。なんで試合が終わった時オルティスが上手かったなという印象も残りつつ、でもなんだかんだダメージに関してはロペスの方が与えていたかなみたいな、そんな内容で辛くもロペスが薄氷防衛に成功するというそんな展開を予想しておきます。まあ、僕は単純にこのオルティスが強いと思ってるんで、別にロペスのパフォーマンスが悪いから苦戦するというわけではなく、両者の実力が高いからこそ拮抗した試合になるんではないかなと。なんで今回もしロペスが苦戦をしたとしても全然僕は驚きません。逆にここでオルティスに圧勝するようだったら、いよいよ何の疑いもなくティオヒモロペス完全復活だと思えるくらいの相手だし、これは見るのが本当に楽しみになりますね。このロペスはもともと今回の試合が決まる前、現 IBF 世界チャンピオンのスブリエル・マティアスと試合をする噂もあったんで、もしここで勝てるようだったら次は何としてでもマティアスとやってほしい。正直今僕がこのスーパーライト級で一番見たい試合はロペス対マティアスですから、あとはこの世界戦線に早く平岡アンディ選手に絡んでいってほしいわけですよ。それら含めて今後のスーパーライト級は絶対にもっと面白くなっていくし、ぜひこのロペス対オルティスの試合もお見逃しのないようお願いいたします。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきた WBO 世界スーパーライト級タイトルマッチ、
ティオヒモ・ロペス対ジャメイン・オルティスの一戦について、皆様それぞれが考える勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って30ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。